はい、どうも皆さんこんばんは、レプシンです。今日はサバイバー側で冬のイベントについてお話ししたいと思います。はい、現在ね、ゲーム内イベントの極寒っていうのが始まってるんですけれども、12月の10日から12月の24日まで、開催されるこの極寒っていうイベントは、こうやってね、マップにあるフックとか発電機、ロッカーとか、あとロビーとかね、ロード画面とか、というかあらゆるものがね、クリスマス仕様になって、まあ、非常に、まあ、きらびやかな雰囲気になると。でさらに、ちょっと今近くにはないんだけど、マップ上に6体の雪だるまが出現して、生存者はね、必要に応じてその雪だるまの中に入ることができます。ちょっと後で見つけたら入るね。それが非常に面白いんですけども、まずこの発電機を回します。でこんな感じで、あの装飾品とかね、プレゼントボックスが乗っかってるんですけど、まあ、別になんかこれ修理したからってポイントが増えるとかはないです。全部の発電機と全部のフックと全部のロッカーが装飾されてるだけであって、以前なんかやってたハロウィンのなんか特殊な発電機を修理したらポイントがもらえるみたいなやつではない。ヒルビリーかな、これ。ちょっとこれ修理完了させたら雪だるま探していきましょう。ちょっと一応ポイント確認してみよう。多分何も変わんなかった気がするけど、動画にする際にもう一度確認しよう。はい、ポン。うん、関係ないね。修理しか出ないですね。はい、お、あった、これ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 、入ることができるんですよ、こうやって。はい、こうやって入るとこの雪だるま入った状態で移動できるんですよ。ただ、まあ、見てわかるように雪だるま入った状態では移動速度がめちゃめちゃ遅いです。はい、ハイズリーレベルかな、ハイズリーよりちょっと速いぐらいかな。え、これ嫌いないの。おーい、おーい。足が遅くなる代わりに、その代わり、どんな、キラーの攻撃でも一発だけは耐えてくれるっていうね、ぶっ壊れ性能を発揮します。ちょっと当選もしないで、当選もしないで。はい、痛い、痛い、痛い。こんな感じで、これもう無傷でしょ、ね、キラーの攻撃一発だけ耐えてくれるんですよ、うん、これ雪だるま。だからチェイス中とかに見つけたらうまーく入れば、またそこからさらにチェイスすることも一応可能と。ただ入る瞬間狙われたら やられますよ。入りきってからだと一発無効ですけど。助けいきますね。よいしょ。ちなみにあの雪だるま入ったまま脱出すると、まあ、ホリデー報酬をゲットすることもできます。ちょっと難しいんだけど、めちゃめちゃ移動速度遅いから狙って脱出するのは結構難しいけど、まあ試してみてはいかがでしょうか。狙ったら狙ってみましょう。狙えるなら狙ってみましょう。他にも生存者側は雪だるまに入ってる状態で殺人鬼から攻撃を受ける、もしくは殺人鬼側だったら雪だるまに入ってる生存者に攻撃をすると、ごめんね、ストーブが呼んでる、はい、お互い、魔除けやスキンなどの報酬が手に入ります。だから今この状態で僕はキラーから攻撃を受ければ報酬ゲット、殺人鬼側はこうやって雪だるま入ってる生存者見つけたらボコって殴れば報酬ゲットで、もらえる報酬自体はランダム で種類は全部で10種類あるそうです。まあ、スキンだったり魔除けだったりとかね。あ、やばい、いや、バレてるバレてる。バレてるバレてる。よし、はい、こんな感じで、はい、これかなりねお祭りムードなので、やっぱキラーさんとか、まあ、味方のサバさんとかもね、まあ遊ぶ人多いですよ、はい。まあ、僕は、まあ、イベントなんでね、全然たまにはそういうのもいいかなと思うんですけど、はい、雪だるま入りまくって全く発電機回さないやつとかもいるしね。ちなみにキラーはね、あの雪だるまに入ることできません。これサバ側だけの特別なアクションです。やべ、バレた。
だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。逃げますね。よしよし、こんな感じでね、結構みんな遊んでくれるんだよね。はい、殺さないでください、殺さないでください。すいません、すいません、失礼します。はい、こんな感じでございます。これが、12月の10日から12月の24日まで開催される極寒と呼ばれるイベントです。はい、まあ、スキルじゃない、スキンとかね、いろんなのがいっぱいもらえるイベントなので、皆さんね、ぜひぜひ、デッドバイデライトプレイしていただいて、たくさんスキンゲットしてはどうかなと、いかがでしょうかね。はい、思います。こんな感じでめちゃめちゃみんなお祭りムードでワイ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 楽しんでますので、普通に試合したい人はちょっとイラッとするかもしれないんだけど、そこごめんけど、まあ、この期間限定のね、このお祭りイベントを楽しんでもらえたらなと思います。以上でございます。なんかね、これをね、今ちょっと最後やっちゃったけど、まあ、あんな感じでなんかみんなで遊んだら面白いかなと思うんですよね。キラー側もサバ側も雪だるまを扱ってちょっと面白いちょっと企画考えたので、動画にできたらなと思います。以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。